平野紫耀のファッションアイコンぶり、ディーザルピアスが生んだ新たなブーム。日本の音楽業界で輝かしいキャリアを持つ平野紫耀が、2022年の年越しに行われた第73回 NHK 紅白歌合戦でのパフォーマンスで注目を浴びました。しかし、そのパフォーマンスには音楽だけでなく、ファッションにも秘密が隠されていました。 この記事では、平野紫耀が身につけた、ディーザルピアスがファンにどのような反応を呼び起こし、一部のファンが感じる、新読み、について探求します。第一章、紅白、での平野紫耀の注目すべきパフォーマンス。平野紫耀は、キング・アピスとして、第73回 NHK 紅白歌合戦、及び、ジャニーズカウントダウン2022-2023。20 カウコンに出演しました。しかしそのパフォーマンスはメンバーの脱退とジャニーズ退場に向けた新たな賞への別れを意味していました。ファンはこの瞬間を永遠に記憶に刻みたいと願っていました。第2章、ディーザルピアスの登場とファンの反応。平野仕様の登場とともに彼の耳元に光るピアスが注目されました。 左耳にはシルバー、右耳にはゴールドのピアスをつけており、ファッションに対する独自の視点を示していました。すぐにネット上で特定班が動き出し、そのピアスがディーザルのものであることが判明しました。このピアスは平野によく似合っていましたが、女性向けのデザインであるため、多くのファンに購入意欲を刺激しました。 手頃な価格帯であったこともファンが購入を急いだ要因でした。第3章、ディーザルピアスの売り切れとファンの歓喜。ディーザルピアスの存在が明らかになると、ネット上にはファンからの歓喜の声が広まりました。ディーザルへのピアス売り切れ過後、ディーザルのピアスがどこにも売ってなくて死ぬといった書き込みが相次ぎ、入手が難しい状況になりました。 芸能ライターによれば、1月3日時点ですでに、ディーザルピアスは入手が困難とされていたとのことです。第4章、ヒラ仕様のファッションアイコンとしての地位。ヒラ仕様は音楽の世界だけでなく、ファッション界でも一大アイコンとしての地位を築いています。 彼の登場をする雑誌はしばしば完売となり、彼の着用するアイテムは即座にファッション界で注目を浴びます。例えば、彼がテレビ番組で食べていたセブン、イレブンの商品も一時的なブームを巻き起こしました。第5章、ディーザルピアスに込められた新読み。しかし、 ファンたちだけでなく、一部の人々は、ディーザルピアスに込められた深い意味を探求し始めました。実は、キング・アンドピスの楽曲、1番の振り付けを担当しているリンハタが、ディーザルとのコラボレーションを行っていることが判明しました。ヒラの仕様はリンハタに浸水しており、その関係性がこのファッションチョイスに影響を与えた可能性があります。 リンハタオを日本国内だけでなく韓国のアーティストにも振り付けを提供しており、ヒラノ仕様の国際的な活動についての憶測が広まっています。結論、ヒラノ仕様の未来への期待。2023年はヒラノ仕様のタレントパワーがどのような形で発揮されるのか多くのファンが注目しています。 音楽だけでなくファッションにおいても注目を浴び続ける彼のキャリアは今後ますます輝きを増すことでしょう。彼がディーザルピアスを身につけた瞬間から広がったファンの興奮と新読みは彼の芸術的な表現とファッションセンスがファンの心に深く響いていることの証拠です。